バイナリブロブとはフリーソフトウェアコミュニティにおいてフリーまたはオープンソースなオペレーティングシステムのカーネルにロードされるオブジェクトファイルについて公開されかつ利用可能なソースコードが存在しない場合のものを非難する用語であるこの用語は通常カーネルとは無関係に動作するコードに対しては適用されないそのような例は例えば BIOS コードファームウェアイメージ ユーザー空間プログラムである。コンピュータハードウェアベンダーが製品の完全な技術文書を提供することで、オペレーティングシステム開発者は、オペレーティングシステムのカーネルの一部である、ハードウェアデバイスドライバを作成することができる。しかしながら、NVIDIA のような数社のベンダーはいくつかの製品において、完全な文書を提供しておらず、その代わりバイナリのみのドライバを提供することで、 済ませてしまっている。この最も一般的な実例として挙げられるデバイスドライバは、描画高速化用、ドライバネットワークデバイスドライバそして RAID コントローラドライバである。ハードウェアに関する文書やデバイスドライバのソースコードがハードウェアベンダーから提供されない場合、いくつかのオペレーティングシステムプロジェクト、例えばネットブスド、フリーブスド、 ドレアガンフライ BSD そして大半の GNU、Linux ディストリビューションはハードウェアが使用できないことを回避するためや、これらブロブが提供する拡張的機能を手っ取り早く売るために、バイナリブロブを受け入れてしまっている。オパンブースドプロジェクトはいかなるバイナリブロブも彼らのソースツリーに受け入れることを認めない有名なポリシーを持っている。バイナリブロブは未確認。 取り返しのつかない潜在的なセキュリティ欠陥を持っているということだけではなく、彼らの作り出したオープンかつフリーなソフトウェアを参照する脅威であるとみなしているためである。デビアンプロジェクトは Linux カーネルに含まれるフリー、非フリーなバイナリブログをアーカイブに含めている。しかし、デビアン社会契約、そしてその一部であるデビアンフリーソフトウェアガイドラインに基づき、 明確にノンフリーであると目印をつけてフリーなパッケージアーカイブからは分離している。デビアン6.0リリースからは標準のカーネルから完全にバイナリーブロブを排除したと宣言している。フリーソフトウェア財団はバイナリーブロブに対抗するためのキャンペーンを活発に行っている。FSF はオパンブスドのポリシーには欠陥があるとみなしており BSD コミュニティがブロブを ヒフリードライバに限定し、ヒフリーファームウェアを除外している点を、その理由として挙げている。バイナリブロブの引き起こす問題はいくつかある。他のオペレーティングシステム向けに提供されているバイナリ、ブロブを利用するため、いくつかのプロジェクトは、ラッパーを用意している。例えば、マイクロソフト Windows 向けに作成された、ネットワークドライバが利用するんです API を実装した l i n u x n o n d i s ラッパー。 フリーブスドネットブスドのプロジェクトエビルがそれに当たる。ファームウェア、すなわちいくつかのハードウェアに接続しているオンボードマイクロコントローラが必要とするソフトウェアは通常バイナリブログとはみなされない。多くの機器においてファームウェアはマザーボード上の不揮発性フラッシュメモリ内に保存されている。しかしファームウェアのコスト削減と更新を容易にするためいくつかのデバイスにおいては SRM のみ備え、システムに接続されるタイミングで初めてハードディスクなどのデバイスとは別の記憶装置からファームウェアをアップロードするようホストオペレーティングシステムに要求するものがある。オペレーティングシステムドライバにはこのような形で存在するものも多いが、それは単にデバイスの保存用メモリにコピーされるだけで CPU で実行されない、また未確認のセキュリティ欠陥に対する懸念は、幾分少ない。オパンブースドプロジェクトは、バイナリファームブライメージは、受け入れており、ライセンスで許され売る限り、再配布を行っている。BIOS は、ブートローダの呼び出しやレガシーな、リアルモードアプリケーションをサポートする、多数の PC、a t 互換機にとっては、極めて重要なコンポーネントである。 フリーソフトウェア財団は、コーブートのような自由な BIOS ファームウェアの開発並びにキャンペーンを展開している。ありがとうございます。